梅屋もそれをアジアの平和をやりたかったし、孫文先生もやはりその時のアジアとか中国の情勢を憂いて革命をしようと思ってたわけですから、同じ気持ちだったと思うんですよ。だから同じ目を持って、なんていうか役割分担というか、ですから同じ目標に対して梅屋はその経済的に支援するっていう役割をね果たしていたんだと思います。目的は一緒だったと思います。はい、また今その日本と中国の関係をいろんな形でねもう少し強くしたいって経済界の方とかあるいは政治家の方々が、この歴史はとっても重要だということで、私がその展示会をやったり講演会をやったり、そういうのにすごく経済界の人たちがみんな応援してくれました。でそのうちだんだん広まってきて、そうですね、今はいろんな学校 の, 子どもたちとか、あるいは学校の先生にお話しする機会もいただいたりですかね。本当知らなかったですよ日本人はね。だから中国とお付き合いする上で何か物足りないというか、歴史のことをもっと知らなきゃいけないという気持ちで、このお話は随分日本でも知られるようになりました。はい、孫文先生と梅屋のその100年前は同じ価値観を持てたのっていうのは、その教育がね、日本人は当時は戦争の前よね、その時は日本人はね多くをその中国からの昔のね書物、いろんな例えば孔子だとか孟子だ、中国からの易経だとか、中国の書物をベースにしたやる儒教とかね、それをすごく一生懸命勉強してた昔の日本人はね。ですから同じこう価値観が持てたんですよ。だけど今はね、もう戦後は日本はねもうアメリカの教育をすごく受けるようになったし、中国はまあ少しその後中華人民共和国になってアメリカの民主主義とは違う形になってるじゃないですかね、政治がね。そうするとその本当は お隣同士で国で同じ価値観が持ててたのが、やっぱりその戦争が終わった後ね、全然こう違う教育とか政治の流れになってしまったので、本当にその全然違うと思うんですよね。だから今私たちがなかなかお隣の国だし、経済的にもすごく深く関わっているのにもかかわらず、なかなかその交流がねうまくいかないというか、難しい問題がたくさんあるのは、やっぱりその戦争が終わった後のもうこう教育の違いとかね、そういうのがあってね、とても難しいと思ってます。はい、たくさん民間交流をするのはすごく必要だと思ってます。で特に若い青年交流をたくさんした方がいいと思ってます。まあ、もちろん民間でももうね、今例えば日本は中国からの観光客の方がいらっしゃるとたくさんお金使ってくれるから経済的にすごくウェルカムなんだけれども、まあ、それはそれとして、もうちょっと若いね、高校生とか中学生とか、まあ、せめて大学生のこの学生たちぐらいの時に、お互いの国をお互いが行き来して違いとか、あるいは同じこんなとこ同じだったとか、あるいは自分たちが教えられてたのと全然違うとか、思ってたのと全然違う、そういう経験をお互いね若いうちにした方がいいと思うのね。日本の子たちはね、日本の人たちって言った方がいいかな、あんまり今の中国、リアルな中国を分かってないし見てないし、まだまだ日本人の方がこうなんか経済的に上って思ってる人たくさんいるけどね、もうあっという間にこう、違う形になってる中国の方がずっと進んでるところがたくさんあるっていうことも、日本人ちゃんと再認識しなきゃいけないし、全然ねそういうとこになってない部分もあって、だからまあコロナがもう少し落ち着いたらね、特にまあ、経済もあるけれども、若い人たちのね相互交流は絶対必要だっていうふうに思ってます。はい。